低気圧と強い寒気の影響で、県内では昨日から今日の明け方にかけて広い範囲で雪になり、午前1時千葉市中央区で最大3センチの積雪を観測しました。昨日東葛飾に発令された大雪警報は未明に解除されました。昨日午後11時ごろには阿子市や松戸市など合わせて10の市町で 最大3820件の停電が発生しました雪の影響とみられています鉄道にも影響が出ました JR 千葉支社によりますとくるり線が上田亀山駅とくるり駅との間で上り電車1本が運休しましたまた成田線の一部区間でも一時運転を見合わせ合わせて225人に影響が出ました 一方、私鉄では山間ユーカリが丘線が午前10時ごろまで運転を見合わせとなりましたが京成電鉄などその他の私鉄では平常通りとなっています。